我が妙策、この高加減。アマゴの命運、もはや風前の灯火を。この光月城にて滅ぶがよいわ。こたびの戦、元春や高影と共に完膚なきまでにアマゴを叩かねばな。任せくれ。アマゴとの戦がここまで長引くとは。だが、それも今日で終わりだ。守備は散らしたか。では、城来へと攻め入ろう。開門。我らアマゴの加勢に参った。覚悟せよ。勝彦、やろうか。すぐに行きますから、もうしばらくご辛抱ください。来た、しかも貴様の首、今日こそ落としてくれ。侵入を許したか。何とかしてこの場をしのがねば。援軍をまともに相手取ってはならぬ。前線より味方を引かせ戦力を温存するのだ。すべては毛利の未来のため。邪魔なアマゴは必ずここで打ち果たそう。任せて。毛利の猛攻が凄まじい。だが何としてでも耐えねば。いいぞ、おもろ。じいさん、あんたは俺が必ず打ち死に。各地に敵を抱えておる織田が今光月城一つにこだわるとは思えぬ。いずれ引く相手に戦力を割く必要はない。今は兵を温存し、隙を見て畳みかけよう。よし、この砦は俺たちがもらった。そしてさっさと攻め進むぞ。ファイト。しかめ、調子づくなよ。角の一つでもへし折ってやれ。鹿之助が奪った砦に二打兵を送り、前線に物資を補給せよ。わしがいやろうか。まだだ、まだ俺は諦めない。お前はまだ終われないはずだ。南北の砦の守りを厚くせよ。敵を攻め入らせてはならぬ。させるかい。奴らの兵端きっちり立っておかねえとな。二兵がやられたか。やろうか。まずまず筋書き通り。残らず引かせよ。わしに策が。中央に兵を送れ。守備の薄さがいささか気がかりだが、攻めては緩められない。いいぞ、お前ら。かかった。今だ、南北より挟み撃て。
やはり罠であったか。ならば敵を残らず切り捨てるのみ。織田の援軍も近くまで迫ってきている。我々も毛利を押し返すぞ。開門。やろうか。勝ち目のない中出てくるとはな。愚かな雨子には罰をくれてやるよ。どうにも旗色が悪いな。オイラもなんか仕掛けねえと。兵力を削られたから。やられたか。城内の将は全て討ち取れたか。さて残るは総大将勝久だけだ。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ播磨攻めに参じようとのこと。有馬の調整そこまで切迫していたか。しかしだとすれば小月城は近づけないか。任せて。全軍速やかに撤退。依存はない。退せよ。開門。案の定織田は撤退を始めたようだ。こうに雨子を捨てるか信長よ。ならば今こそ攻勢に転じる。温存した戦力にて敵の後輩をつけ奴らを足止めせよ。兵数で圧倒するのだ。俺がしんがりを務める。我らの撤退甘ませはしない。やろうか。くそ奇襲を仕掛ける間もなく撤退かよ。だね、少しでも敵を蹴散らしとくか。任せてくれ。やすやすと逃がすと思うなよ。依存はない。行け。奴らを仕留めるんだ。しんがりの役目わしが行くか。全うしきれないとは。開門。南方の敵を抑え進軍を許すでないぞ。打ち死に。口ほどにもないな。聞かせていただこう。なんと素晴らしき戦果よ。耐えきれん。聞かせてもらう。敵将、私がほふってやったぞ。力及ばすか。撤退は無事阻めた。皆は光月城の攻略へ向かう。わしが行くか。へへ、オイラじゃ相手に不足か。くっそ、我ながら不甲斐ねえや。明智も羽柴も逃げ散ったか。まあいい、次は仕留めるさ。光秀らは倒れ、織田の援軍は引いた。そろそろ覚悟を決めねばならぬか。勝久の討ち、雨子を滅ぼす。その時はもう間もなくであろうよ。妙策をもって天下無双をなす。
やはり現れたか。物分かりの悪い鹿に現実を教えてやる。勝利条件変更。任せてくれ。わしが行くか。勝久、お主の首はやろうか。毛利繁栄の供物となる。これにて卵の倒滅はなった。討ち死に。勝久様、そんな。長きにわたる因縁にケリをつけてやろう。諦めるもんか。俺は観念せよ。使えるべき主君は死に、ママゴは滅びた。ならば貴様は何故今の牙を抜く。決まってる。死んでいった仲間の思いに、命に報いるためだ。つくづく愚かな鹿よの。ならばその生き事散るがよい。